どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇のニーナ哲郎でございます。ニーナなーに始めました。吉本新喜劇ニーナちゃんでございます。よろしくお願いします。もう今日のゲスト本当にありがとうございます。お手に出ていただいて前田姉妹でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジちゃんとマミちゃんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの姉妹で出てもらってますから、はい、いやマミちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まマミちゃんはよくね来ますから。あ、はい、はい、お家で新喜劇をやったりとか、はい、マミちゃんがね僕の家でいろいろ料理作ってもらったりとかいう回もたくさんありましたから。3回目でございます。3回目ですか。はい、あります。数えていただいてすいません。いや今回お二人出てもらったので、はい、だからもうね昔の話とか俺聞いたことないなと思って。マキちゃんとかマミちゃんのそんなに言ったこともないですもん。ないでしょ、うん、だからまあ大谷の姉妹やからマミちゃんはマキちゃんのこともうちっちゃい頃からなんか知ってると思うね。いろいろ学生の頃とか、ね、高校生の頃とかで、マキちゃんも逆にマミちゃんの頃のねこととか いろいろたくさん知ってると思いますんで、それはもうお互いのことも引き出そうと、うん、せっかくなんで1周年前でございますから、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ね、小学生の頃ぐらいからいきますか。お同じ小学校やったんですか。はい、はい、小学校で、え、年的にはどのぐらい離れてるんですか。学年2つ。2つ、学年2つか、そのなんかバレンタインあげるとかそういうとかはあったんですか。小学校の頃、あ、初恋話聞かせてください。初恋話に本当に漫画みたいな話、うん、ドラマみたいな話があって、よあるね、まきちゃん漫画みたいな話出会いもそうやけどもあって、うん、家までチョコレート渡しに行ったんですよ。うわっ、いいね、そのめっちゃ嬉しい男の子からしたら。そしたら、うん、本当に1週間後ぐらいに転校したんですよ、その子。ドラマみたいな話やん。もうほんまにもらえようになったんです。急にもらえようになった。はい、その転校話聞いて何送りに行くとかなかった。あ、そんなんも漫画みたいな話で。それはなかったです。なかったよ。でバレンタインにあげて1週間後もうすぐ、もうじゃあホワイトデーで、ホワイトデーも出してことだよね。だから1ヶ月後の全然うわ転校しちゃって。ちょっといつかさコロナ落ち着いたす会いに行こうや。いや探偵ナイトスクープみたいなことを会いたい、やりたいな。初めて聞きました私。あ、そうな、はい。あのニーナチャンネルでこんなん喋っていただいて、そんなん話しないんですよあんまり。あ、そうなんや。マミちゃんは、じゃあバレンタインの思い出とかさある？私も小学校の時とか、うん、中学の時とか好きっていうなんか、え、男の子に対して好きという感情がなくて、うん、あ、そうなんや。まあ、チョコレート作ってあげるとかもなくて、はい、クラスで誰好きなとかなるじゃないですか。なるなる。ちょっとね、高学年になると、うん、なるなる、6年生になると、うん、でも好きな人いないから、え、私おかしいんかな、でもみんな好きやんって。そう、あるよ、みんなあの子が好きとか違うクラスのあの子の女の子が好きとかあるよ、子供だった。だからちょっと適当に言ってました。なんで適当に言ってたって全然興味ないやん。お姉ちゃんその時あのどうやったの。上2つ、2年上やろ、はい、2学年上やろ、なんか人気者やったとか。そう、お姉はなんか全然分かんなくて、たぶん私駄菓子のことしか考えてなかった。駄菓子のことしか考えて、駄菓子ばっかり食うてんの。駄菓子ばっかり、お菓子へぇー、そう、200円ぐらいもらってね、あのね、借りに行って駄菓子屋さん、はい、20円ずつのやつとか、うん、どんがいいとかこうって駄菓子の話、ええねそういう、なんか小学校の思い出はそんななんですか。クラブとかは、クラブもう入ってない。まあ、ほんと放送部とか。あ、いいね、放送部、はい。ちょっと俺も憧れたわ、昼休みね、はい、みんな給食食べてる時に喋って、うん、こう、まあ、やっぱマイク好きやったんですね。でこうマイクで喋ることも好きやったから、うん、放送、今はマミちゃんがね、そういうことやってますけどね、あの、はい、新喜劇始まる時にあの名前読み上げるのマミちゃんの声ですから、はい、そうです、そうです。でも2人ともなんかそういうのは好きやったみたいで、うん、あのテープに、カセットテープに、え、録音してたよね。あ、よくラジオ、ラジオごっこ番組やってて、めっちゃええよ。本当に2人でラジオ。はい、こんにちは。前田真希です。今日のゲストは前田真美さんです。とか言って、そうなんや、カセット残って、あの録音、すごい、昔からそういうのが、カセットが時代やね。
すいませんね、今若い方。嘘やー、わかるかな。あの、録音するとき2つ一緒。そうそうそう、赤いボタンと再生ボタンね、こんなボタンね、ガッと印象してガシャッと押して録音する、バーンって回って、で、声ね、入れるんですよね。懐かしいわ。もう、で、曲かけるも歌歌ったり、そう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 、自分で、あの、今日ですと何々さんですけど新曲どうぞお聴きくださいって、はい、春のなんてもうコントやん、やってました。そういう遊び、それが遊びでした、ね、すごい楽しそうやな。そんなやってたんや、面白い面白い。ちっちゃい頃から、犬とか飼ってたんですか？今はね、犬飼ってるやん、はい、実家で。ちっちゃい頃飼ってなかった？あの、動物の毛のアレルギーで。あ、そうなの、はい、そうなの。え、どっちが？あ、2人ともなんです。あ、2人ともだから幼稚園とか小学校とか、あの遠足で動物園行きましたから、欠席でしょ。あ、もう覚えてないわ。そう、休み、お休み届け出して、そこまでアレルギーやってる。あ、でもひどかった、小学校の時めちゃくちゃひどかったです。あ、そうなんや。あ、じゃ今は全然大丈夫だね。大人になるにつれちょっとマシになってきて、でお母さんももうね、子供たちも大きくなったし、まあ、ワンちゃん飼って、一番この 毛の抜けにくい、そうやね、トイプードルね、可愛らしいですから、ね、はい、いっぺん、ね、出ていただいてね、ワンちゃんと一緒に、うん、ステイホームキャラの時にね、はい、そうなんですよ、あ、そうなんや。え、じゃあ、ちょっとこんな聞いていいですか、マキちゃん、初恋は、まあ、そのバレンタインはね、思いは必ずでしたけど、はい、ほんまの初恋とかはいつなんですか、中学生とか高校。私あの中高短大全部女子。あ、女子校、はい、あ、そうなの、中学校もマジで。そう、そうなんや、はい、だからもうその男の子と遊ぶとかがもう、うん、信じられへんっていうか、え、なんかじゃあ近くの学校、まあ漫画とかでその男子校とかあったり、そんなもなし、出会いとかも。男子校あったに、あったけど、うん、そっから別にその出会い、電車で一目惚れとか、うん、そんなもないし、うん、そうなんや、はい、のみちゃんは？私も女子校、ずっと女子の子です。そうだよ、はい、へ、中学違いますけど、でも違う女子校、中学、中学、マジで。で高校は一緒で、そこも女子校、で短大も女子だと、うん、初恋はじゃあ、まあ、20歳過ぎてからそのぐらい。あ、答えは何が初恋って言うの？よう結婚できた。初恋はいつですかって言われたら、うん、じゃあやっぱりちょっと私に言った、あー、その人、はい、うわー、探しに行きたいね、はい、のみちゃんは？あ、私初恋はね、ちゃんと覚えてるんですよ。いやいや、マジで聞かせてください、ちょっと。高校1年生。あ、高 1？ はい、に、原宿、あの、東京住んでたんで、うん、あ、東京住んでるみたいなやつ。あ、そうなんです。え、いつから東京行ってたの？じゃあ高1で。あ、高1で、はい、16歳で行きまして、26で新喜劇合格して帰ってきました。あ、そうなんや。高1で、うん、12ぐらい、12ぐらいぐらい行ったよね、はい、うん、で、初恋が、高校1年生に、日曜日に、日曜日、原宿の、原宿遊びに行ったの橋のところで、ワゴン車止まって、ワゴン車止まって、ドラムとか、わーって運ばれ出して、中から、シングルの人がいっぱい出てきたんです、5人ぐらい。世紀末やん。いや、それぐらい白かったです。世紀末で、ビジュアル系バンドの、ビジュアル系。生演奏。え、その橋の上で昔は演奏してよかったんです。路上ライブみたいな、路上ライブを準備してて、でそこの中の一人のギタリストの人がすごいかっこよくて、まあ、顔真っ白なんですぐは分かんないんですけど、こんなゴンゲで腰までめっちゃ長い髪の毛で顔真っ白で、うん、何回言うね、顔真っ白分かっとんねん。その人を見て、うわーってそうやって、うわ、初恋やん。でそっからチラシもらって、うん、ライブハウス買うよ。嘘やん、すげえ。はい、それで初恋。はい、白い顔やられました。やだ、バカ殿でもいける。いやいや、かっこいい、ね。面白いよ、白い原作ね。はい。そうなんや。化粧してる人好き。そう。確かに。前もね、バンドマンでも好きやもんね。あ、はい、うん、俺もバンド好きやけど、はいはい、それはもう追っかけみたいなだけやった。
追っかけて、はい、ライブ通って、うん、何回も行って顔覚えてもらって、うん、顔覚えてもらったよ、はい、ピッと投げてもらってすごいやん、うん、でちゃんとなんかお付き合いするのとかは いつぐらいですか。あ、19歳の時。あ、年上、ね、え、同い年の同い年の。あらあら、白塗りの、また白塗りロン毛ロン毛のバッドマンやないか、それ。それはマギで知ってた。見たことあります。あ、見たこと、二人で歩いてる。そうそうそう、二人で歩いてるの見たことあるの。それ白塗りやった、その時は。白塗りじゃなかった。白塗りじゃなかったですけど、なかった。腰の下ぐらいまで取れなかった。そうわーって、シマイ、シシマイ、シシ、シシみたいな。叩えよ。地元の、あの、商店街に二人で歩いてる。どこ歩いてんの。すぐ分かりました。それ分かる。目立つから。めちゃめちゃ目立つやろ、そんな。それで、あの、どのぐらいお付き合いしたんですか、何年ぐらい。あ、東京、あ、東京から新喜劇。あ、そうか、まだその時東京か。はい、うん、大阪に帰ってくるまで 5年ぐらい。お、長っ。めっちゃ長いな。ま、マギちゃんは。私、はい、じゃあ26ぐらい、うん、が6、7初めて。初めてお付き合いして。はい。ええー、それバンドマン。違う。なんか早いと思ってたんですよ。その高校生で何デートみたいな、うん、周りの話がもうついていけなくて。へえ、うん。初めてデートしたのも20か21。へえ、そうなんや。いや、もうそんな早い早いって言って、なんで、うん、なんでグループで遊ぼうよっていうタイプ。うん、わかるわかるわかる。おもどっちかってそっちやったもん。うん、二人っきりって言われたら、うん、あ、みんなで行かへんとかいう感じの、でずっと、あ、そんなんはじゃああったの、やっぱ、はい、男子からアプローチ的なのは高校の時とかは。高校もそのいわゆるそのなんていうんですか、みんなで遊ぼうよみたいな、うん、私の友達のとこの子がおるからって、うん、行っても、うん、遊ぶ、っていう感じですよ。でもモテたんじゃないの、二人学生の頃とか。いや、それこそ逆のだから男子校の生徒が電車の中でこういたりして、ちょっとなんか何分からんけど、その当時は何やろ、ポケベルか、あ、ね、教えてください、分からんけど、まあ、俺らとかやったらそう、だってな、手紙こう書いて番号渡すじゃないけど、そんな なかったの。え、何にもないです。何にもマジで。え、ありました、手紙渡された。いや、手紙とかはなかったけど、そのバレンタインとかあったよ。高校の時とか、あの、渡したいんで、放課後、体育館裏とか、教室のぐらいに来てくださいみたいな。驚愕？驚愕であった。あったあったあった。憧れやわ。やり直したいね。絶対驚愕。絶対に慣れた驚愕。そうやね、驚愕の方がいいよね。いろいろあるからね、そんな。いや、でも嫌やね、友達が。あの子と付き合ってたのに、まだその子が違う友達と付き合ってるとか、そんな嫌やで、そんな聞いたらちょっとショックやで、ね、え、そうなんや、そんな、そんな、え、そうなんやって感情もやりたい感じたい、おばあんか。え、じゃあマミちゃんはマキちゃんのその、はい、まあ、昔の彼氏とか見たことあるの。ないんです。あ、ないの。一回もないな。私結構オープンに喋る方なんですよ、うん、ね、結構家帰って彼氏がとか言う。俺のとこと似てるかもしれないね。あ、俺もあの兄貴がいてまして、あの、はい、学年だったらそうですね、2個上、3つ上ですね、3つ上。お兄ちゃんが言わないんですか。言わない言わない言わない。あの、俺のことは聞いてくるけど、俺なんかあんまり聞いたりしないの。みんなさんは喋るんですか。喋る喋る、全然。へえ。あ、彼女来とったんとか、昔ね、実家におるときとか、あ、お、うん、先までおったで、そんな話をしたり、そうそう、全然。自分のことは一切。うん、まあ、俺は聞かへんってのもある。ああ、でも、向こうからも全然言わない。やっぱ下が言って、ね、上のお姉ちゃん、お兄ちゃんも言わない。でも、それがなんか普通の、あんまり、うん、姉妹同士の関係というか。あ、もうなんか似てますね、こっちと、はい、なんか触れられたくない、ね、兄弟似てますよ、うん、お兄さんも多分触れられたくない部分がないんかな。ちょっと聞かない、聞かない、ね、聞かない、うん、私も聞かないんで。そうか、うん、これも
俺も知らん間にも結婚してるかもしれないね、兄貴。そう、うん、なんか綺麗な服着てもう彼女さん着てはったねみたいなそれで知るみたいな、それで知るかもしれないね、ほんまに。ちょっと、お手すいません、はい、明日も動画続けますんで、ああ、はい、一旦じゃあ皆さん、はい、お願いします。まだ明日ちょっとね、お二人どうやってこの新喜劇目指したというか、新喜劇入ろうと思ったのかちょっとお聞きしたいと思いますので、ぜひ、はい、皆さん明日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日とりあえず最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日よろしくお願いします。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。